保元平治の乱53年合戦後武家の棟梁としての源氏が東国に勢力を広げると東国武士団の中には源義家に土地を寄進して保護を求める者が増え白河上皇が寄進を禁止した源義家の後一族の内紛により源氏の勢力が衰える中漢武平氏のうちで 伊勢伊賀を地盤とする伊勢平氏が陰と結んで発展した。平の正盛は白河上皇に資料を寄進し北面の武士に取り立てられ出雲で反乱を起こした源義家の子の源義親を討伐した。平の正盛の子の平の忠盛は瀬戸内海の海賊を平定し鳥羽法王の信任を得て天上人に承認し 西国一帯に勢力を持ったさらに平野忠盛の子の平野清盛が兵士の勢力を飛躍的に伸ばした鳥羽法凰が死去すると鳥羽法凰の立場を引き継いでいた弟の後白河天皇とかねて皇位継承をめぐり鳥羽法凰と対立していた兄の崇徳上皇が対立した1156年保元の乱が起こり 石関家の継承問題が生じていた藤原家は兄で関白の藤原忠道は天皇方に弟で左大臣の藤原の頼長は上皇方についた平氏は老いの平の清盛は天皇方に叔父の平の忠政は上皇方についた源氏は子で兄の源の義朝は天皇方に 父の源頼の友ののは上皇方についた。天皇方は上皇方を倒し、崇徳上皇はさぬきに流され、平の忠政、源頼義、源頼友は処罰された。その後、後白河上皇の院の近親の藤原道憲が平の清盛と結んで、県政を振るった。1159年。 藤原道のりに反感を持つ、同じく、因の謹慎の藤原信頼が、平清盛に反感を持つ、源義朝と結んで、三条殿を襲って、藤原道のりを自殺に追い込んだ、平時の乱が起きた。しかし、武力に勝る平清盛によって、藤原信頼や源義朝は倒され、源義朝の子の源頼朝は、伊豆に流された。 この二つの乱により、貴族社会内部の争いも、武士の実力で解決されることが明らかとなり、武家の闘領としての平の清盛の地位と権力は急速に高まった。